団地近くに戻ってきて車を降りたところで、今日もばったり兄さんと優香さんに出会った。やっほ、よく会うね、純也くん。優香さんはこちらに気づくと、はじけた笑顔で駆け寄ってきた。そして少し顔を曇らせ、テレビで見たよ、この近くで人が殺されたんだってね。昨日下水道の奥で一緒に見つけた血痕が結局は被害者のものだったのだが、それは警察の機密情報なので伏せておく。兄さん、また例の調査？僕がそう尋ねると。ああ、そうだ。兄さんは穏やかな笑みで答えた。今日はこの近くの児童養護施設に聞き取り調査に行こうと思ってね。そうよ、純也くんも来る？優香さんが僕の腕を取る。ほら、小娘、先輩は大事な体であるぞ。そのような暇は。大事な体って、なんか言葉の使い方が間違ってるような気がするな。最後まで聞け。この二人はどうしていつもこうなのだろう。犬の小暮さんとお猿の優香さん、まさに犬猿の仲だ。いいじゃないの、たまには人面犬と蛇骨ババア、面白いよ。それのどこが面白いのだ。そもそも蛇骨ババアってなんだ。自分の知り合いで蛇腹ババアって呼ばれていたのはいたが。蛇骨ババアは蛇骨ババアでしょ、知らないの。やめないか、誰とも。やんわり兄さんが止めに入った。間宮君、知らない人に言っても分からなくて当然だよ。蛇骨という五感で蛇の骨を思いつく人の方が少数だろうし。ああ、なるほど。蛇骨ババアはどうやら蛇骨ババアのようだ。これがそうだ。兄さんがそう言い、一枚の絵を見せてくれる。白黒のいかにも昔風の絵で、大蛇を体に巻きつけた痩せこけた半裸の老婆が描かれている。が、こいつが蛇骨ババア？小暮さんがすっとんきょうな声を上げる。これは鳥山石燕の今昔百鬼集異という妖怪画集に描かれたものさ。結局が妖怪でありましたが。あ、ちなみにジャバラババアっていうのは痩せてあばらが浮き出てるからでして。この石燕の解説文はこうだ。諸越武漢国は女中の北にあり、右手に青き蛇を取り、左手に赤き蛇を取る人住めるとぞ。小暮さんの言葉を無視するように兄さんが解説を始める。兄さんはいつもこうだ。都市伝説や民族学の話になると他のことはお構いなしだ。武漢国というのはだな、中国の古書仙外教に記されている地名で、多くの武士たちが集まり組織された国だそうだ。そして蛇骨ババアはここの住人ではないかと石燕は記している。また未詳としながらもこうある。蛇塚のジャゴエモンといえる者の妻なり、よりてジャゴバーと呼びしよう、なまりて蛇骨ババアという。ではこのジャゴエモンとは何者かだが、これには諸説があって。兄さんの説明をなんとなく聞きながら、僕はぼんやりその絵を眺める。蛇骨ババアね、痩せて頬がこけてて薄気味悪くて、ふと思い当たったことがあった。蛇骨ババアの絵を改めて見つめる。兄さん、この近辺で蛇骨ババアの噂が流れてるって言ってたね。ああ。話の腰を折られた形だが、兄さんは気分を害した風ではなかった。そうよ、純也くん、子供たちの間でね、蛇骨ババアの話が流行っているそうなのよ。だから
これからその聞き取り調査に行くってわけ。優香さんが話を引き取る。その調査、僕も行ってもいいかな。ああ、もちろんだとも。兄さんは承知しながらも、少し驚いたような顔で僕を見ている。それはそうだろう。今まで僕がこう言い出したことはなかったのだから。優香さんは単純に、やったとぴょんぴょん飛び跳ねているが。先輩、どうされたのでありますか。小暮さんもいぶかしげな顔で僕に尋ねた。いえ、僕の思い過ごしかもしれませんので、まだお話しできる段階ではないのですが。小暮さん、すみません。兄さんたちと一緒に行ってもいいですか。すると小暮さんはニコリと笑い。もちろんであります。先輩のされることですから、きっとそれなりの意味があるのだと思います。おどけて敬礼してみせた。結局、小暮さんは近藤さんを訪ねたいというので、そこで別れ、僕は兄さん、優香さんについて、近所の児童養護施設に行くことにした。歩きながら兄さんが、一昨日、近くの小学校で聞き取り調査をした結果を教えてくれた。全員に会うことはできなかったが、あらかじめ配布してもらっていたアンケート用紙には、多くの子供が記入してくれていた。その中で、蛇骨ババアを知っているかという設問に対し、なんと7割近くの子供たちが、知っていると答えたそうだ。蛇骨ババアなどという、あまり聞いたことのない妖怪なだけに、僕は少し驚いた。そんなにメジャーなのだろうか。しかもこういう外見でこういう特性でと細かく書いた子供も多かったそうだ。ジュニア、蛇骨ババアという架空のものの話なのにどうしてああもスラスラと書けると思う。しかもみんなほぼ同じイメージを共有している。なぜだと思う。なぜだろう。まさにそれを不思議に思っていたところだ。アニメだよ、アニメ。え？テレビアニメに出てくるのさ。兄さんはそう言って、誰でも一度は見たことはあろう有名な妖怪漫画の名を挙げた。今でもそのアニメは放映されており、子供たちに人気だとか。もちろん子供たちは、鳥山世間や井上遠慮なんて知るわけがない。彼らにとっての妖怪はアニメや漫画やゲームの中のキャラなんだな。だから我々世代にとってはマイナーでも子供たちにはメジャーというケースも案外あるし、その逆もある。なるほど。古来から知られるオーソドックスな妖怪もネズミ男といった一天才漫画家による創作妖怪も子供たちにとっては同じ妖怪なのだ。そこの区分が分かっているわけではない。まさにそれが平成の世ならではの妖怪話の特徴なんだ。だからイメージにブレが少ない。せいぜいコミック版とアニメ版、あるいは昭和何年に放映したものと平成何年に放映したもののキャラ設定の違いといった作例しかないのさ。おそらく一旦木綿の絵を描けと言ったら、日本全国老若男女ほぼ同じような絵を描くだろう。テレビというマスメディアを通して共通したイメージが万人に定着していると。まあここまでは一般論だ。ところが今回の蛇骨ババアは少し違う。だから興味深い。え、どういうこと？一部の子供の回答が若干だが異なったんだよ。兄さんはその子供たちが今から訪ねる児童養護施設の子だと突き止めた。一昨日の段階ではその子らとはまだ顔を合わせていない。それはなぜか。それを調べるのが今日の訪問の目的だという。
児童養護施設とは、両親が死んだり、病気だったり、貧しかったり、あるいは親からの虐待を受け、共に暮らさない方が良いと判断された児童が入る福祉施設で、昔で言うところの孤児院である。僕が連れてこられた施設には、現在3歳から16歳までの十数人が入居していた。児童指導員と呼ばれる施設の人には話を通してあったみたいで、僕たちは食堂に通された。そこには10歳前後の児童が集められていた。こんにちは。優香さんが持ち前の明るさで児童たちの輪に入っていく。兄さんは少し後ろの椅子に座り、小型の録音機のスイッチを入れている。役割分担ができているのだろうか、もっぱら優香さんが話を進める。最初は子供たちに人気のカードゲームの話題。そして相手が心を開いてきたところで、いよいよ肝心の話に入った。ねえ、今日はジャコツババアの話を聞きたいんだけど。すぐに子供たちから、ジャコツババアか。知ってる知ってる。との声が上がる。一昨日も同じアンケートに答えた子たちだけに話が早い。兄さんが目くばせすると、優香さんが次の質問をする。じゃあ、本当にジャコツババアを見たことある人？子供たちはしばらく互いの顔を見合わせていたが、やがて一人の男児が勢いよく手を挙げた。はい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 。すると負けじとばかりに他の男児も手を挙げる。え？全員？本当に見たことある人という質問だった。この子らはアニメで見たのを本当に見たというのだろうか。それとも。そこの君、いいかな。君が見たのってどんなだった？兄さんが腰を上げ、男児の一人に声をかけた。つられて手を挙げた男児の方だ。え、僕？そう、君だ。その男児は一生懸命思い出すような顔になり、怖い顔したおばあさん、目がギョロッとしてて、首に蛇を巻いてて、髪なんかこんなで。身振りを交え、挑発が乱れた様子を示す。なんじゃねえだろ。最初に勢いよく手を挙げた男児が、自分が言いたいとばかりに横から話を奪っていく。髪はこうだよ、こう。でもって、ほっぺたがこんなに焦げてて、あと口がガバッと開いててさ。そんな口だった？ちげえよ、こうだよ。目がピカーって、目玉ポロリン、落ちてねえだろ。ああだこうだと言い合いが始まった。兄さんは興味深そうにそれに耳を傾けていたが、やがて僕の方を向き、どうだい純也、面白いだろ。今度はイメージが揃ってない。確かにさっきとは違っている。兄さんはまるで学生に抗議するかのように僕に続けた。明らかにこの子たちはテレビで見たキャラの話をしているわけじゃない。もしもそうならこうもバラバラにならないからね。ならばこれは何を意味するのか。直接見てるってこと？そう、その通り。いいぞ、なかなかの優等生だ。兄さんは嬉しそうな顔をした。この話の幅はまるで実際に目にしたもののようだろ。複数の人間が同じものを見ても後で語るときには記憶に多少の幅が出る。ましてやちらりと見たものは見たということは一致しても具体的な内容はバラバラになる。今のはそれと同じ状態だ。つまりこの子らはジャコツババアをテレビアニメで見て知っているだけでなく、らしきものを
直接見ている？ただはっきりとではなく、ちらりとだけ。すると兄さんは再び子供に向き直り、次の質問をした。それどこで見たんだい？たちまち返答が返ってくる。どこだっけ？あそこだよ、あそこ。お化け屋敷。おまんちだよ。殴るぞ。変な家で見たよ。蛇骨ハウス。うわ、気色悪い。ヘビだぜ、ヘビ、ヘビ。あ、背中にヘビが。ヘビ。触んなよ。この年代の子供ってどうしてこうも話があちこちに飛ぶんだろう。どれまでが本当でどこまでがふざけているのかよくわからない。はい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 、ちゃんと話す。遊園地の先生みたいに優香さんが話の交通整理。さすが兄さんの助手を務めてきただけあって、こうしたのには慣れっこなのだろう。その結果、なんとか話の概要がつかめてきた。彼らは小学校の帰りに蛇骨婆を実際に見かけたことがあるのだ。場所は通りがかったお化け屋敷で。ただし全員が全員蛇骨婆をはっきり見たわけじゃない。ふざけ合いながら通りかかった時に、一人最初に勢いよく手を挙げた男児がふと目にし、蛇骨婆だとふざけて叫んだが、後の児童が目をやった時にはちょうど消えるところだった。なのでチラリとしか見ていない。だけど不気味だったという印象は強烈に焼き付いている。最初の子が興奮して蛇骨婆だったと言い募っているので、後の子たちも半ば釣られた形で蛇骨婆を見たと言ってしまうのだ。結果、このようなバラバラの話になってしまったのだ。いずれにせよ、彼らが蛇骨婆に似たものを目にしたことは間違いなさそうだ。そしてここからが僕が知りたかった部分である。そのお化け屋敷とはどこにあるのか。また話があちこちに飛び、優香さんがヘトヘトになりながら整理するというのを繰り返した末に、次第に分かってきたことがあった。お化け屋敷は学校の帰り道にある。彼らは近道をするためあの団地内を通り抜けている。お化け屋敷はその団地内、ゴミの山に囲まれた一角。そして彼らが蛇骨婆を見たのは2階の窓。なんとというか、まさに僕が今日確かめたかったことなのだが、その噂の震源はあの轟さん宅らしいのだ。子供たちは轟さんの奥さんを目にし、ちょうど見たアニメのキャラの不気味な印象と結びつけ、蛇骨婆がいるという噂を作り出していたことになる。僕がそう話すと、兄さんは驚いた顔をした。まさか都市伝説発生のメカニズムをお前に教えられるとはな。優香さんも目を丸くした。純也君すごい。じゃあ人面犬の噂の方も解読して。おいおい、僕は都市伝説や民族学の研究者ではないぞ。人面犬なんて今回の事件に関係ないし。一方の兄さんはまだ興奮が冷めないようだ。そして興奮のあまり、話はあっちへ広がり、こっちへ広がり、ついには、噂が変容していくといえば、こないだ来た時面白いことを聞いたんだよ、と別の話へと移ってしまった。足長おじさんって知ってるだろ？言わずと知れたジーン・ウェブスターの児童文学のタイトルだが、この養護施設でもそう呼ばれている人がいてね。兄さんの話は要するにこうだ。
この施設に寄付してくれる人がいる。職員たちはその人のことを足長おじさんと呼んでいた。子供たちもその言葉を耳にしている。しかし子供たちはウェブスターの元ネタを知らないので、足長おじさんが足長おじさんがと言われてもピンとこない。そこで言葉のイメージが一人歩きし、竹馬を履いた大道芸人みたいなおじさんがと思ってしまった。どう考えても僕に関係なさそうな話だったが、聞かないわけにもいかないので適当に相槌を返す。兄さんは時にこうなってしまう。まあでも今回は僕が勝手についてきたことだし、聞き取り調査のおかげで轟さんの奥さんが子供たちに目撃されていたことが分かった。それも兄さんたちのおかげだ。兄さんの足長おじさん談義は熱が入り、ほっとかれた児童たちはゲーム機の前に行ってしまった。優香さんは児童たちに同レベルだと思われたらしく、ゲームに誘われキャッキャと講じている。僕は帰るに帰れず、もうしばらく兄さんの話に付き合うことになった。